あの歌、なぜこんなにヒットしたのかしら。おかげで暮らしは楽になったけど。わからないね。だが、わからないといえば、ポンゴとパーディはなぜ家出なんか。さあさあ、クリスマスのお茶をどうぞ。でもお祭り気分などちっとも。子犬たちがいないなんて。今でも時々鳴き声が聞こえましてね。でもいつも夢なんですけど。ロジャー、まあ、これ何？みんな真っ黒だ。いえいえ、汚れてるだけですよ。ほら、これがラッキーですよ。ポンゴ、お前だったのか。いやあ、ポンゴ、こりゃ驚いた。帰ってきたんだ。あら、バービーも一緒なのね。そしてパッチも、ローリーもペニーもそばかすもみんな一緒に帰ってきましたよ。奇跡だな。まあ、なんて素敵なクリスマスなの。ご覧なさい、まだたくさんいますわ。見ろアニータ、子犬があんなに。100匹はいそうね。1、2、3、4匹で7匹、8、2、3、4、6匹に3匹で9匹、それに2匹、36匹ですよ。36と11で47匹、こっちには18匹いるわ。それで65、10、11、12、13。ちょっと待って、あと6匹では全部で84匹に15に2匹だから100と1匹だ。101匹もなんて、どこから来たのかしら。ほほー、ポンゴ結構やるじゃないか。でもどうする気。買えばいい。狭くて無理よ。じゃあ田舎へ行って土地を買おう。そこで一緒に暮らす。きっと楽しいよ。ロジャー、素敵な思いつきね。評判になります。そうだ、ブチ犬の幼稚園にしよう。子犬があっちにもこっちにも。庭のどこを見ても子犬がじゃれてる。お腹が空いた。みんな楽しく暮らそうね、とても愉快に。楽しい。Oh, oh, 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 oh